どうも、オマントさんでした。ヘアシロです。はい、というわけで、木村文和、佐藤流星、トレード決定。相手はですね、日本ハムファイターズの公文和彦選手、平沼翔太選手ですね。ここでトレードと。いやー、木村文和、佐藤流星、トレードですか。まあ、木村文和といえば、埼玉栄のエースから、ドラ1で、ライオンズのエースナンバー41をつけて、将来のライオンズのエースと嘱望されましたが、その後、思うような結果が残せず、野手に転向し、まあ、2桁本塁打、2桁盗塁マークするなど、まあ、走攻守、3拍子揃った、とはいかなかったかな。ちょっとね、確実性に欠けてたからね。どうしても2割1分のイメージが強かったからね。木村文和ちゃんは。ただ個人的には応援してたんですよ。なんたってね、大田区出身なんですよ。大田区なのよ。ワンチャン知ってるかもしれない、大田区のこと。見てるつって。知らねえか。知らねえな。まあ、それでいてね、ホークス戦にめっぽう強かった。めっぽうってほどでもないかな。イメージでは打ってるイメージがあった、ホークス戦に。まあ、なんだって最近ライオンズね、ちょっと結構外野手が揃ってきたんですよ。若手の息のいいのがポンポンポンと出てきたんですよ。で、まあ、どうしてもちょっと飽和状態になってたんで、で、二軍で今ちょっとくすぶってたっていうのもあって、トレードに出されたのかな。でも、明日からリーグ再開じゃないですか。もうちょっと早くね、出させてあげたかったですね。木村文和選手はね、よし、さあ、もう一人いますね。問題児。佐藤流星。ちょっとね、佐藤流星選手ね、かっ飛ばし癖があるんですよね。バットでかっ飛ばしてくれる分には全然構わないんですけども、そういうことなんですよ。はい。バッターなのに、マックス149キロを出す男なんで、これ、ね、この北海道でしょ？だからね、これ、富良野の一本道見ちゃったらね、これもっとスピード出るかもしれないですよね、佐藤流星選手。一言で言うとやんちゃ、深夜ドンキ系男子っていうのかな。そこ行くとね、ファイターズの中田翔選手とは気が合うんじゃないでしょうかね。大変気が合いそうですよね。二人で仲良く深夜のドンキに行ってる姿がこう目に浮かぶというかね。これはいいトレードだったのかもしれないです、そういう意味でも。絶対射程になるだろう、中田翔の。で、まあ、ライオンズといえばね、長年課題だった中継ぎ、後ろのピッチャーで困ってたところがあったんで、このクモン選手を獲得できたのは僕はでかいんじゃないかなと思ってますね。なんかすごい抑えてるイメージなんですよね、クモン選手。中継ぎで5、60試合出て防御率も2点台っていうイメージが強いんですよ、僕の中で。ちょっと去年不本意だったかもしれないですけども、チームが変わるとまたガラッとね、良くなるパターン全然ありますから。小川投手しかり、これ楽しみなんですよね。あと、まあ、平沼翔太選手に関してちょっと、情報がというか、全然僕は知らないんですけど。ただまあね、年齢的にも23歳と、まあ、若いんで、これからの選手なのかなと。でも、ファイターズって外野手、あの、木村文和あたりいいのかな、ファイターズで。あの、広大な札幌ドームの外野をね、やっぱ守備で固めるもよし、ダイソーで出るもよし、ここで一発頼むぞって時に出すのもよし。木村文和ってね、結構いい選手ですよ。ファイターズファンの皆さん。ね。まあ、あとこの中田翔、佐藤流星の、謹慎ブラザーズですか。非常にこのタッグが楽しみですね。はい、というわけで今回の動画はこれにて終了させていただきます。チャンネル登録、いいねボタン、そしてコメントの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。